次期常則は、1950年代に活躍した、大相撲力士である。本名は、小林常則福岡県か谷郡新宮町を大技スタッフ出身、時津風部屋に所属していた。最高位は、西張出し小結び。現役時代の体格は193センチメートル、117キログラム。特異種は、右四つ、より、実家は、農家で、 小学校卒業後は家業を手伝っていたが、18歳の時に時津風部屋へ入門。1949年5月場所にて、初土俵を踏んだ。同期生には、後の前頭、福田山らがいる、193センチメートルという長身を誇り、上背と懐の深さを生かした、右四つの体勢からの寄りを得意とした相撲で、期待されていた。同の先輩でもある横、横 鏡里によく可愛がられたという、ぼそっと話すときに式に対し、兄弟子の若葉さんはよく稽古を買ってくれた。幕下で若干もたついたものの、1954年9月場所で新十両昇進、1956年1月場所で新入幕と順調に出世、当時、時津風部屋の期待の星であった。1957年9月場所では、 幕内上位で6勝9敗と負け越したが、初日日夜の山を下手投げで破り、生涯唯一の金星を挙げている。1958年1月場所では、西前頭5枚目の地位で11勝4敗という、好成績を残し、3勝受賞は一したものの、同場所限りで引退した鏡里と入れ替わるように、翌場所小結びに初昇進。しかし、 同場所では4勝11敗と大きく負け越し、三役は結局この一場所しか務まらなかった。その後、幕内界に下がったところで脊椎と腰を負傷し、1959年、11月場所では十両へと陥落。以後、幕内に復帰することは叶わなかった。現役晩年は3年以上十両で相撲を取り続け、東十両尻で迎えた1963年、5月場所では、 初日に四季の花に勝った後14連敗を喫し、自場所での幕下陥落が決定的となった。そして、同場所終了後、引退を表明した。なお、年寄り明石、1991年8月7日、成居、去年60、1961年1月場所より、 重量観楽から巻き返すべく同郷の先輩幕内力士にあやかったで釈山と改名したつもりが番付には4釈山と書かれてしまった。しかしそのままこの試行名で引退まで通した。また横綱、土地二とほぼ同時期に活躍したため発音が似ている二人の取り組みは行事や呼び出し、実況を困らせた。ありがとうございます。